最後を頼も明治36年4月28日は、江戸時代後期の合津藩の家老、意味縄近則。明治維新後は、星名頼もと改名。豪を住みかくも、または、宵い月、晩年は、八日の髭沖きなどをした。合津藩があろう、西郷金氏の子として生まれる。合図藩の家老は世襲制で、 身分意識が強く、合図の名門級やの門伐の者しか過労につくことが許されなかった。また、ならぬものはならぬのですという教えによって、身分が低くても優秀であれば出世できるなどということも許されなかった。万、ま、円元年、家督と過労職を継いで藩主、松平かたに仕えた。文久2年、幕府から京都市御職就任を要請された片森に、対し 政局に巻き込まれる懸念から事態を進言したために、片りの怒りを買う。その後も、藩の受け負った京都守護の責務に対して否定的な姿勢を覆さず、禁門の変が起きる直前に上京して、藩主たちに帰国を説いている。ところが、賛同されずに帰国を強いられ、過労職まで解任された上に、撤去させられる。この解任理由は、 無断状況を咎められたからとされるが定かではない。その後、他の家老たちの間で他のもの罪を許してはどうかと話し合われてもいる。明治元年、母親戦争の勃発によって、片森から家老職復帰を許された他のもは、江戸藩邸の後始末の任を終えた後合図へ帰還する。この時、頼母を含む、主な家老、若年寄りたちは、片森の意に従い、 新政府への教順に備えていたが、新政府側からのカローラに対する切腹要求に態度を一変。頼母は、白川口総督として、白川城を攻略し拠点として、新政府軍を迎撃したが、伊地地正春率いる薩摩兵士官の新政府軍による攻撃を受けて、白川城を失肝。その後2ヶ月以上にわたり白川口を死守したが、7月2日に、 田倉城陥落の責任により、総督を解任される。会津防衛に、方針転換してからは新入路にあたる峠の一つを守っていたが、他方面のボナリ峠を、板垣大輔率いると殺春小隊に突破されたために、新政府軍が城下を取り囲んだ。そこで、若松城に帰参した頼もは、藩主、松平片森の切腹による会津藩の降伏を迫ったため、 片タ以下、アイズ藩士が激怒。身の危険を感じた頼もは、上司、吉十郎の身を伴い伝令を口実として、城から逃げ出した。この一件に関し、頼も自身は、カルキシ社の任を応接かり、と述べており、越後口のかやの長治の軍への連絡にかこつけた、逃亡とされる。カロウ、カジワラ平馬が不審に思い、追手を差し向けたが、その任に当たった者たちはあえて、 頼む親子の後を深追いせず、結果として追放措置となった。合図から逃げ延びて、以降、榎本武明や土方都三と合流して、函館戦線,線で江差島で戦ったものの、旧幕府軍が降伏すると、函館で捕らえられ、縦林藩預け置きとなった。明治3年、西郷家は藩主である星名家の分家でもあったため、本世の星名に改正し、星名殿もとなる。 明治5年に社名され、伊豆で、与田タスク二兵の解説した、金猿学者塾の塾長となる。明治8年には、都都こ別神社の宮司となるが、西南戦争が勃発すると、西郷隆盛と交友があったため謀反を疑われ、宮司を解任される。実際、流星と頼むの,の手紙のやりとりはあったが、慶応年間からの知り合いと伝承では、成り立っている。明治12年、 長男の吉十郎が病没したため、老いのしだ四郎を養子とし、彼に柔術を教えた。明治13年、旧藍津藩主、松平か保が日光島将軍の偶司となると、頼むはネギとなった。明治20年、後藤将次郎らの提唱する大道団結運動に共鳴し、藍津と東京を拠点として政治活動に加わり、日光島将軍のネギを辞す。 第二子となる準備を進めていたが、大道団結運動が瓦解したため政治運動から身を引き、郷里の若松に戻った。明治22年から明治32年まで、福島県伊達郡の霊山神社で神職を務め、辞職後は再び若松に戻った。明治36年に、合津若松の十軒長屋で74歳で死去。墓所集ま、千恵子の墓と共に、合図の全粒寺にある。 西郷家は、室町時代に、二騎士の守護代を務めた、三河国の名家であったが、やがて勢力を拡大させる松平家に侵入した。その後、徳川政権下で、お三屋や,や有力不大の家臣として存続し続けた。そして藍津藩における、西郷家はその傍流の一つとして目され、初代の西郷勤房以来に百年余り、藍津藩松平家の家老を代々務める家柄で、あり、 頼もで九代目となっていた。かろ千七百国。家紋は、高の羽また、星名家の並びく養紋を許されていた。母、妹二人、妻、五人の娘は慶応四年八月二十三日、頼もの途上後に、親戚十二人と共に、自邸で自害した。この家族の受難は、母親戦争の秘話として紹介され、 そのため頼むは、合図藩に最後まで忠誠を尽くした中心であるという評価と、家族は潔く自害したのに自身は逃亡し、生きながらいたことから、卑怯者、臆病者とされる評価で二分されている。長男、吉十郎友林は、当時十一歳で、父、頼むに連れられ、牢状中の若松城から脱走し、仙台から函館へ向かい、函館で、父が、五稜郭に、 入場の時に、坂本龍馬のいとこで、函館のギリシャ聖教神父、沢部拓馬に託された。病のため、東大医学部病院で死去。墓は、東京都港区麻布瀬寺である。養子、死郎は、藍津藩士、志田定次郎の三男で頼むのを意に当たる。明治14年、養子とした。死郎は成人した後、上京して、 行動館に入門し柔道家として大成する。小説や映画で名高い姿三四郎は彼がモデルとされる。星名正幸の養父であった正光のおじの血統。その子、聖金が外孫を養子に迎えたが事情により聖火の西合成を名乗っていた。偶然ではあるが他の元流星は同族の関係にある。詳細は西郷氏参照。 最後を頼も屋敷跡の石碑が若松上正面のお手門町にある。詳細は中島信之エピソード参照。ありがとうございます。